皆さんこんにちは、 GCN ジャパンのクリエイター松村です。ロードバイクを始めて車道をゴリゴリと走りたいけど、何に注意したらいいのかわからない、どうすれば安全に走れるのかわからないという方多いと思います。今回は比較的都心の中を多く走る私がどうすれば、そのように走れるのかというのを簡単にご説明させていただきます。それでは行きましょう。そもそも何に気をつければいいのかというのは、大体のものに気をつけていただきたいんですけど、安全な走行の一歩はまず道路交通法を知ることから。運転免許証を持っていない方でロードバイクに乗って車道を走っている方で、なんとなく分かっているような気がしている感じの方もいらっしゃると思います。道路標識の意味をちゃんと知らないとか、二段階右折のことを知らないという方もいると思います。ですので、運転免許を取得する際の教本というのがあるので、そちらをAmazon とか、メルカリとかヤフオクとか、そういったもので手に入れて読み込んで、道路標識の意味とか二段階右折とか、やっちゃいけないことっていうのをまず知っていただければなと思います。とはいえ、道路交通法も自転車のことに関してはふわっとしていたり、この道どうやって走んのみたいなこともあると思いますので、そういう何とも言えないような道っていうのは結構都心部走っていて見つかると思うので、一回そういう場所を見かけたら無理せず、この自転車から降りて横断歩道を渡ったりとかしていただいて、次回のライドの時にそういったコースを通らないようにルートを構築することも大切になってきます。ヒヤリーハットな経験、自分自身がいくら安全に注意して走っていたとしても、外的要因が原因でヒヤッとしてしまうことは何度かあると思います。例えば急に人が飛び出してきたりとか、猫も犬もありますね。しかも場所によってはあると思います。あと、こう一番左のレーンが空いてて自転車でスーって走ってる時に、右のレーンがこう車とちょっと渋滞してて轟きですっていう感じになってて、そこの車と車の間から急に人が飛び出してきてとか、普通に渡ろうとしてきて、うわなんか出てきたって、なることもあると思います。あとは路上駐車を避ける時っていうのは結構危ないことが多くて、急に扉が開いてきたりとか、この駐車している車のドライバーが前から乗って出てくるとか、そういう時にあやばかったみたいなヒヤッとすることが多いと思います。で、このあまり路上を走っていない方とかからすれば、もう想像もつかないようなヒヤリとした事例って結構あると思いますので、これから走り始める方はですね、こういった事例っていうのを多く知ってれば知っているほど、回避とか準備することができると思いますので、この視聴者の皆さんが今まで経験したヒヤッとしたことがありましたら、コメントで教えてください。ハンドサイン。サイクリストとしては左端の方を走っていたいんですけど、路上駐車を回避する際にどうしてもちょっと真ん中の方に寄らないといけないってことありますよね。その際はしっかりと抜く際に後方確認をして、車が来ていないのか見てハンドサインを出して、でそして抜いて左に戻りますよとサインを出して戻るというのが基本的な形になってきます。で、ここで注意点があって、後方確認をせずにハンドサインを出すと、後ろから車が来ていた場合右腕を持ってかれます。で、抜く際に路上駐車している車とのスペースが不十分な場合、扉が急に開いて巻き込まれたり、急な回避行動をとって落車してしまったり、そして元のレーンに戻るときに、このしっかりと左を確認していないと、あと十分なスペースを空けてない場合、路中している車の前から車に乗り込もうとするドライバーがいた場合、巻き込んでしまう可能性もありますので注意してください。そして後方確認をする際に、後ろを見た時に右に膨らんでしまうという方もいらっしゃいますが、多分これは土井さんが安全に後方確認するための動画を出してくれると思いますので、そちらを参考にしていただければいいかなと思います。で、後方チェックする際に、あんまりじっくり後ろを見続けていると、前に何かあった時にこの反応が遅れてしまったりとか、この自分のこのスピードで目を離している間にどれだけ進むのかっていう感覚が身についていない人だと、前に突っ込んでしまう場合があります。路上を走っていると、特にベテランのランドナー乗りのおじさんとか、あとブルベライダーの方はハンドルバーの右側にミラーをつけている方が多いと思うんですけど、それをつけてあげると、もう
手元を見るだけで後方を確認することができますので、後方確認をしてふらついてしまったりという方はこのミラーをつけるのもいいかなと思います。他にも安全に走るポイントとしてはデイライト、日中でもライトをつけていただくこと、こちらおすすめさせていただきます。リアライトがついているだけでもすごく遠くからでも視認しやすくなります。皆さんは日中でもライトをつけていますか？アプリでの投票で教えてください。あとはデイライトだけではなくトンネルを通ることもありますので、反射材をつけるのも効果が大きいです。こちらの映像を見ていただくと、いかにこの反射材があることによってサイクリストを認識しやすいか分かっていただけるかなと思います。あとは道が狭い場所だと後ろからトラックが来ている時は結構抜かすのが大変なんで、道の端の方に止まってお先どうぞと先に行かせてあげたりとか、道を走っていて歩道の人が手を挙げるとたまに右側からタクシーが爆速で追い抜いて目の前で急ブレーキをかけるということもあります。ですので走っている時は車道だけではなくて歩道にいる人、手を挙げている人とか、あとは子供連れとか、犬が飛び出したりとか、そういうこともありますので、車道だけじゃなくて歩道の方も注意を向けていただければと思います。それでは皆様、今回のことをですね参考にしていただいて、楽しいロードバイクライフをヘルメットをかぶってお楽しみください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。